京都大学学術研究支援室クラ。あそこですね。あ、はい、あの時間余裕ありますんで。そうですね。こちらに声をかけていただいても大丈夫ですので、あの皆様あの自由に。今後どういうふうにディスプレイしようかで今悩んでます。ああ。そうやな。こういうところに並んでたら、ね、パッとこう入りやすいかもしれないですね。手に取ってちょっと興味持って。そっか。研究者とかもしくは執行部の先生かもしれないですけども、あの持ってない知識とか求めてる能力機能っていうのがあって、それを自分が持ってて、でそれを提供できる、自分しか持ってない知識や情報やあのそういうような能力っていうのを提供できた時はやっぱり快感で、それはあの向こうにも喜んでもらえるし、自分だからできたっていうような実感があるので、そこが一番やりがいがありますし。僕もともと研究者で生命科学の研究者だったんですけど、生命科学の研究者も自分よりも能力の高い人とか、同世代にしろ先輩にしろ後輩にしろいるけれども、それをなんか発揮できない、思いっきり研究できないっていうような環境の人たちっていうのはやっぱりたくさん周囲にいて、でその人たちが思いっきりポテンシャルを発揮できるような研究環境を作りたいなっていうふうなことで、科学技術社会論っていうふうな分野の研究者に転身したんですけれども、その時のモチベーションと URA になってからのモチベーションも変わってなくて、やっぱり URA っていうようなあの職種が定着するのが研究環境の改善に一番つながるというふうに今は一番信じているんで、今研究力が下がってるってすごい言われますよね、日本ので。そんなに周りが言うほど日本の研究者のポテンシャル低くないと思うんですよ。これだけ多様な全ての学術をやれる国って世界に何カ国あるってそんなにないんですよね。日本が持ってる研究者のポテンシャルっていうのはかなり高いと思ってるんですよ。なので環境さえ変えれば、この小さい島国ですけれどもグローバルにあの活躍できる成果っていうのを日本からバンバン出せるというふうにあの感じてはいます。卓越した知の創造活動を学問社会を発展させる力に。